パークドーム、補助競技場、クッキング、熊本県民総合運動公園は、熊本県熊本市東区、平山町にある都市公園。敷地及び施設は、熊本県が所有し、熊本県スポーツ振興事業団、水野グループが指定管理者として、運営管理を行っている。1978年に造成、開園された。 熊本市内の拓間三山の北側に位置する。総面積は99.6ヘクタールで、東西の直線距離が2キロメートルほどにもなる細長い敷地である。1998年には、熊本未来国体のメイン会場として、陸上競技場などの施設が整備された。公園内には、パークドーム熊本、サッカー場、ラグビー場、 スポーツ広場と芝生のサッカースタジアムが6面あり、2002年の FIFA ワールドカップの際には、その6つのスタジアムを使い、ベルギー代表がキャンプを行った。熊本県民総合運動公園陸上競技場ではこれまで J1、J2、J3 の公式戦も開催されており、2008年以降は J リーグロアッソ熊本のホームスタジアムとして使用されている。 愛称はククイング。施設命名権により、笑顔健康スタジアムの故障を用いている。日本陸上競技連盟の第一志公認を受けた陸上競技場である、公園の南端に位置する。フィールド部分は、サッカーなどの競技でも用いられ、J リーグのロアッソ熊本が、ホームスタジアムとして利用している。愛称は、パークドーム熊本。公園の東端に位置する。 陸上競技場とは指導を挟んで北東側にあるが公園内の陸橋で相互に行き来が可能である。1997年世界男子ハンドボール選手権の会場として用いられた。ククイングの第一志向人を得るために整備された。ククイングの北西側に隣接する。日本陸上競技連盟の第三志向人競技場でもある。スポーツ広場は 陸上競技場と補助競技場に続く第3の陸上競技場。公園のほぼ中央部に位置する。このほか、園内には天然芝の広場なども整備され、またジョギングコース、サイクリングコースなどが設定されている。神、その山の北側部分も公園に含まれ、トレッキングコースとなっている。ありがとうございます。